栃木県のモビリティリゾートで開催されたホンダレーシングサンクスデー2023においてスクーデリアール旗売りから参戦した角田博史、淳とダニエルリカルドが熱いパフォーマンスを披露しモテギのファンを魅了しました早朝から始まったプログラム HRSF24 デモンストレーションで角田は素晴らしい走りを披露した後カートコースに移動して ホンダレーシングカートカップ2、3戦。このエキシビションレースでは、アルハタウリの仲間であるリカルドとタッグを組み、1台のカートを共有しました。ルールなしのカートレースでは、角田はライバルたちを追い越し、セルジオ、テレスと岩佐歩との激しいトップ争いを展開。ラストラップでは大胆なショートカットで岩佐を抜き、2位でゴールしました。角田はレース後、 ルールはなしで、何でもありということだったので、笑い、とコメントし、ファンを沸かせました。イベントの終盤には、オラクル、レッドブル、レーシングスクーデリアールファタウリ、ショーラン、が行われ、角田は自身の F1 デビューマシンであるアルファタウリ AT02 に乗り込んでデモランを行いました。夕焼けのモテギを背景に3周回装し、 最後にはホームストレート上でドーナツターンを決め、ファンを盛り上げました。デモランゴ、ツノダは、今日はこのイベントに来ていただいて、ありがとうございます。僕にとって日本のファンの存在はとても大きいです。世界で戦っているからこそ、日本 GP で鈴鹿サーキットを走った時には特にファンの存在を感じました。来年もこの調子で頑張って、 表彰台を獲得できたら最高です。ドライバーズ、チームともにランキングで上位を目指せるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。とコメントし、日本からの応援に感謝の意を表しました。一方、ホンダレーシングサンクスで初参加となったリカルドも、ホンダレーシングカートカップ、2三戦、前半スティントでジェット、ローレンスをプッシュするなど、 大いに暴れ回りました続いて行われたオールカテゴリーデモンストレーションランではブラバム BT16 をドライブしオラクルレッドブルレーシングスクーでリアール旗売りショーランではリカルドはマックスフェルスタッペンとともに FL5 型ホンダシビックタイプ R でデモランを披露しました。 イベントを終えたリカルドは朝早くからたくさんのファンが来てくれた。日本のファンはいつも温かく僕を出迎えてくれるんだ。そのことに慣れてしまったように感じるくらい、日本のファンはいつも熱狂的に僕をサポートしてくれるから大好きだよ、とコメントし、モテギに集まったファンへ感謝の意を表明しました。 2024年シーズンもスクーデリアール旗売りはこの2人のコンビを継続することを発表。ホンダレーシングサンクスデー2023で受けたパワーを胸に角田宏淳とダニエル、リカルドの走りに期待が膨らみます。